グリーンランド人の佐賀は、佐賀の一つ、アイスランド人の佐賀に分類される。グリーンランド人の佐賀は、赤毛のエイリークの佐賀と共に、ノース人によるアメリカ大陸の植民地下の二大文献資料の一つに数えられる。これら二つの佐賀は、ビンランド佐賀と呼ばれており、赤毛のエイリークと、その追随者のグリーンランド植民、それにエイリークの子供たちとソルフィンカルルセフニによる、 数度の正方探検が描かれている。この佐賀は14世紀後半のフラート島本に保存されており、13世紀に最初に書かれたと言われている。描かれている事件は970年から1030年頃のものである。この佐賀は空想的な部分もあるが、ある程度は真実が含まれていると考えられている。作中に赤毛のエイリークの佐賀の言及があるため、 赤毛のエイリークの佐賀の後に成立したものと考えられる。グリーンランド人の佐賀を日本語に訳した北欧文学者谷口幸夫は本作を赤毛のエイリークの佐賀と比べて、叙述は末期の佐賀の特徴とされる人物描写の誇張が見られ、文章は説明的で全体として真実味に欠け、平板類型的で面白みに欠けるとしている。 赤毛のエイリークの佐賀、グリーンランド人の佐賀で述べられている、ビンランド、ヘッドランド、マルクランドへの航路予想図エイリークとその父ソルバルド、アスバルズソンは、殺人を理由に、ノルウェーからアイスランドへ移住する。エイリークはそこでショーズヒルドを妻に目取ったが、彼はまた問題を起こし、集会でアイスランドから追放されてしまう。そこで、エイリークは西へ向かい、 グンビョルンウルフソンという名の男が前に流された時に見つけたという島を探すことにした。エイリークはスナイフェルスヨークトル3のふもとから出版し、氷河に覆われた陸地の岸に着いた。その岸に沿って南下し、定住可能な土地を探した。2年の探検の後、彼はアイスランドに帰り見つけた陸地を報告し、グリーンランドと名付けた。名前の理由は、 良い名前の方が人々を引きつけられるだろうから、という。アイスランドで一冬を越した後、エイリークはもう一度グリーンランドに植民するため出版する。この体験では30艘の船で出発したが14艘しかグリーンランドに到達することはできなかった。エイリークはグリーンランド南西部のブラッターフリーズに住み、そこで尊敬される指導者となった。ショーズヒルドとエイリークは、レーフ。 ソルバルド、ソルステインの三人の息子とフレーディスという娘を設けた。ビアルゲヘルヨルフソンという男は、ノルウェーと父のいるアイスランドで一年ごとに交互に、冬を越していた。ある夏にアイスランドに着き、父親がグリーンランドに移住したことを知ると、父についていくことにした。しかし、彼はこれは危険な航海になるだろうと感じていた。彼とその乗組員は、 まだ誰もグリーンランドの海へ行ったことがなかったからだ。アイスランドから船出して三日後、ビャルニは北風と霧の悪天候に見舞われ、進度を見失ってしまった。何日か悪い天気が続いたがその後また太陽が輝き出し、ビャルニは森に覆われた陸地に到達した。これはグリーンランドではないと判断したビャルニは怒りを下ろさずそのまま出発した。ビアルニは さらに二つの島を見つけたが、どちらも彼が聞いていた、グリーンランドの特徴に合わなかったので、乗組員は上陸したいと望んだが怒りを下ろさなかった。最後に、グリーンランドに到着し、ビャルニはそこに定住した。ビャルニの話は、グリーンランド人の佐賀のみに見られる描写である。ビャルニは、赤毛のエイリークの佐賀には登場せず、そちらではレイフが、ビンランドの発見者とされている。 ベルハルト・ホエトガーによるレーフとカルルセフニのパネル。ブレーメン、ブッシャー・シュトラーセのグロッケンシュピールの家の一つ。レーフ・エリクソンは、ビャルニが発見した陸地に興味を示し、彼から船を買う。35人の乗組員を雇い、父エイリークに、西方への後悔のリーダーになってほしいと頼む。しかしエイリークは乗り気ではなく、カレーを理由に一旦断るが、最終的に折れる。 船に乗り込む前に乗馬が転んで、エイリークは落馬し、足を負傷する。これを強調と考えた、エイリークは、今住んでいる土地より、多くの土地を発見することはわしには望めなくなったと、言い、代わりに、レイフが探検を指揮することになる。ブラッターヒルズから出版したレイフと、乗組員は、ビャルニが先に見つけた島々を発見するが、見つけた順番は逆だった。最初に、 彼らは氷に覆われた陸地にたどり着き、上陸して、あまり魅力的な土地ではないと判断する。レイフはこの島をヘッドランドと名付けた。さらに航海を続け、森と白い砂浜の陸地を発見した。この島にマルクランドと名付け、怒りをあげた。その後、北東の風に乗って2日間航海を続け、ついに定住しやすそうな陸地を発見した。地味がとてもよく、 冬に霜も降りないので家畜の会話に苦労する心配もなさそうだった。彼らはここで冬声をすることに決めた。霊婦たちは土地を探検し、ブドウを見つけた。このビンランドのブドウに関する記述は大いに熟考を要する。彼らが野生のブドウを大量に見つけられるほど難化したとは考えにくい。一方で、ブレーメンのアダムは11世紀にビンランドのブドウについて言及しているので、 ブドウの話が作り話だとしたら、かなり古い段階で作られたものである。ブドウの木を切ったという記述から見て、ノース人はおそらくブドウにあまり見慣れていなかったのだろう。彼らが他の果物、例えばグーズベリーをブドウと間違えたことも多いに、あり得る。レイフはこの土地をビンランドと名付けた。グリーンランドの木とに着く途中、レイフは難破したノース人の一団を救い出す。このことから、 彼は幸福なレイフと呼ばれるようになった。レイフの航海はブラッターフリーズで広く評判となり、レイフの弟ソルバルド・エリクソンはビンランドはまだ十分に探索されていないと考えた。そこでレイフは彼に新しい航海のために船を提供し、ソルバルドもそれを受け入れた。30人の乗組員を引き連れ、ソルバルドはビンランドに到達し、 レイフが以前来た時に冬越えように建てた小屋を見つけた。ソルバルドたちはそこで冬を越し、魚を取って上をしのいだ。春になるとソルバルドは西部の探検を始めた。納屋を一つ見つけた以外、人の気配は見つけられなかった。冬になると小屋に戻り、そこで越冬した。次の夏にソルバルドは小屋の東部と南部を探検した。そして素晴らしい。 樹木に覆われた地域に上陸した。農業に適した地で、ソルバルドはそこに定住しようと考えたが、その時先住民の乗るカヤックの集団に遭遇する。逃げるスクレリングを殺害し、岬に戻ると先住民の集落を見つけた。先住民は大軍勢を連れて戻り、ソルバルドたちを攻撃してきた。スクレリングは投射物を投げつけ、一しきり投げ終わると逃げた。 この時ソルバルドは致命傷を受けて死に、ビンランドで埋葬された。他の乗組員は、グリーンランドに帰って行った。ソルステイン・エリクソンは、ソルバルドの亡骸を求めて、ビンランドに行くことを決めた。また、レーフ、ソルバルドの時と同じ船が用意され、妻グズリーズ・ソルビアルナルド・オティルト25人の乗組員を乗せて出版した。しかしこの公開では、 ビンランドに到達することはできず、ひと夏、中海をさまよった後グリーンランドに帰ってきた。その冬にソルステインは病に倒れて死んだが、その夜彼の死体が突然起き上がり、クズルーズはアイスランド人と結婚し、長く裕福な生活を送るだろうと予言して倒れた。その後、ソルステインの死体は埋葬された。ソルステインが埋葬された夏、 ノルウェーからグリーンランドにソルフィン・カルルセフニの船が到着した。彼は裕福な男でクズルーズに恋をして彼女と結婚する。カルルセフニは妻と他の人々からビンランドへの航海を勧められる。彼は承諾し、60人の男性と5人の女性をやっと入れる。カルルセフニの船団は、レイフとソルバルドの小屋に無事到着し、良好な状態で冬を越す。 次の夏、毛皮を持ったスクレリングの一団が攻撃にやってくる。先住民は武器を欲しがるが、カルルセフニは武器を交換することを禁じる。代わりにスクレリングに牛乳を進め、攻撃は成功する。二度目の冬の初めにスクレリングが二度目の攻撃にやってくる。この時カルルセフニの仲間の一人がノース人の武器に手を伸ばしたスクレリングを殺す。スクレリングたちは、 逃げ出すが、カルルセフには、先住民が怒って、大勢で戻ってくると予想し、戦闘の準備をする。スクレリングが戻ってきて、ノース人と戦闘になる。カルルセフには、残りの冬はそこに留まり、次の春に、グリーンランドに帰還する。ビンランドにいる間に、カルルセフにとグズルーズは、スノリソリフィンズ村を設ける。今度は、エイリークの娘フレーディースエリクスドッティルが、 富と名誉目当てにビンランドへの旅に出かける。彼女はヘルギとフィンボギという二人のアイスランド人に一緒にビンランドへ行って利益を切班しようと持ちかける。二人は同意し、フレーディースと二人がそれぞれ30人ずつ船に乗せることを決めるが、彼女は取り決めを破って5人余分に乗せる。ビンランドに着くと、フレーディースは二人を裏切り、 寝込みを襲って二人とその仲間を殺す。そして彼女は自分の仲間がやろうとしなかったので敵の五人の女性を自らの手で殺害する。フレーディースは乗組員に自分がやったことを誰にも漏らすな、漏らしたら殺すと脅す。一年後彼女はグリーンランドに帰り、ヘルギとフィンボギはビンランドに泊まることを選んだのだと説明する。しかし秘密は漏れ、 フレーディースの殺人がレーフの耳にも届く。彼は後悔から帰った三人の男を捕らえ、本当のことを話すまで拷問する。真相を聞いたレーフは彼女を罰し,しなかったが、あれの子孫は決して栄えることはないと予言できる。という。実際、彼女の子孫からは良いことが聞かれなかったという。カルルセフには探検で十分な利益を得て、 その後彼は妻や子と共にアイスランドに定住した。彼らは子宝に恵まれ、その子孫からはアイスランドの死教が出たほどであった。佐賀は自らの信憑性を主張するかのように次のような言葉で締められている。ありがとうございます。